ピオキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、ジュークドットドットドットカッコトロールということで、説明文にね、 This is a red coin level って書いてるんだよね。ってことはこのコースピンクコインコースかもしれないね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.45% で、昨日まで僕ね、沖縄にいてウェイクボードっていうのをやってたんだけど、足から首まで全身筋肉痛だね。今もうボロボロの状態で今始めてってるからね。快楽なりもんだなるほどね、沖縄だけじゃなくこのコースも僕をボコボコにしてくれっていうわけね。このハテナはなんだ、魚だって、くらえ魚サーフィンで、沖縄でウェイクボードっていうのをやってきたんだけど、マジでめっちゃ楽しくてさ、で調べたら福岡でもいろんな場所でやってるらしいんだよね。なんで今後通おうかなって思うぐらいで楽しかったね。マジで一回はね、あのウェイクボードやってほしいレベルで、そのやってる姿はさ、もしかしたらツイッターに貼ってるかもしれません。ぜひよかったら覗いてみてね。もしかしたら貼ってないかもしれないんですけど、ここはキノコ取れたね、スムーズに。それじゃあこの先あのブロックを壊していけと、そういう感じでしょう。そうしてのかに入るあ、こっから下に行けるっていうわけね。そしてこの下ね、あのキノコを取っていけと、そういう感じだね。キリスト、これさ、もしかしてギリギリで取れた感じなんじゃないの。本当は当たってやられるみたいな、もしかしてこれはガマなんじゃないんですか。一旦このまま取ったまま行こうか。ナイス、これで一旦当たれるっていう感じだね。無事に中間ポイントも取れました。さあ何か来るがいい。一回僕は当たってもいいからね。あっ落とすのはなしでしょ。落としたらアイテムも何も関係ないやんね。もう一発で終わりやんか。じゃあここはあのたまたまを避けていけっていうことね。なるほど、もう分かりました。この端っこに置いてたまたまが出てきた瞬間、左にジャンプしよける。マジでよける。これ何もしないでいいのかな。なるほど、ジャンプも何もしないでいいってことね。そしてこのキノコを取って、何やってんださっきから。それじゃあ次こそ左の土管に入りたいと思います。ここは早くキノコを取って左の陸地に渡れと、そういう感じだね。やっと土管に入れたね。なんか電球が来てんだ絶対下が正解だよ。いやでもまだワンチャンあるよ、下が正解みたいだ。ダメって。まだ今日はスネークブロックですか、フューチャリングステブロですか、なんでそんなことすんの。それじゃあここは何もしないでよかったっていうことだね。情けないぜ、ビビって上に行ってしまった自分がよ。あれなんでまとめて上に行かないの、ケロっていうことかな。いやそれはまあなんか違うやんか。このパタメットがどかないと下に行けないよね。もうこのハテナ叩くしか。なるほどね、ハテナ叩いたらパタメット上に行くっていうことね。そんでこのドアに入りでいいのかな。新しい魚の使い方を発見してしまいました。ここ上に行くのかな。あ、なんか上パタメットの甲羅があったよね。このメットの甲羅をかぶって上に行く。それで、いや多分これもうちょい上に行かないけんのかい。きっと頑張って上に行ってみようか。いやこれ地味にむずけよ。よっしゃ、やった、来た、こっから。なるほどね、これは死に待機をしろっていうことで、まあでもこれそんなに難しくないんじゃないかな。一体ここで地味になってこの犬に当たれるのいい感じでしょう。まだまだぬるいね。もう分かったよ、一旦魚を避けて扉に入れっていう感じだね。このコース、チート級に僕はもう全てを理解しました。姿を現さんかハ足場がないのはずるくないか。これは下に、いや一旦上に行こっか。これ死に体験っぽい見た目してるよね。このちくわブロック降りると何がある。Pスイッチ、うわ、なるほどね、この Pスイッチを何回も踏んでこのトゲゾーンを左下まで持ってこいっていう感じでしょ。いやこれはめんどくさいって。死に耐久でもなんでもないやんか、こんなの。これも飛ばしていいかな。やっと来た、これでトゲゾーンにやられるっていう感じだね。はあ、さこの3のスキンってさ、本当に足場があるかないのか全然わかんないよね。じゃあこれ足場全部警戒しながら行っていいかな。これブブー言われたけど、これ別に上まだ行けるんじゃないの。絶対
頼むって。いやもう左は行かない方がいいよね。絶対この針にやられてやられた方がいいね。ん、今左って言わなかったっけ。それじゃあここは常に上に行けと、そういう感じだね。あの3本やられてくれたっけ。なるほど、上にパンがあるからやられてくれるっていうわけか。ここは下か。いや下は絶対行かない方がいい。なんでこの土管が正解だよ。下行ったらさっきの耐久みたいなとこ連れて行かれるもんね。さあここはキノコ。うわどうしよう、一旦何もしないでこのまま右下行ってみるね。絶対こっちでやってる。うわキノコいるって書いてる。頼むって。起爆装置はどこかにないの。殺した。いやねー、このキノコを取っていけっていうことね。じゃあこの上が正解なんじゃないかな。絶対違う、これ先だって何もないもん。なるほど、あの火に当たってやられろと。でもバネが邪魔してくるとそういうことなんだね。でもそんなに難しくないよ。今日はぬるいねバネ。そんなことで僕が満足すると思ってんのか。それじゃあここどうすればよかったんだろうね。メットを出すでしょ。メットを上から投げるみたいな。あ、なるほど、こっからキノコが出てくるっていうわけね。ベッドは部下邪魔すんだって。まあファイヤーが出てきたのはいいけど、今のベッド絶対いるよね。このブロック壊さなきゃいけないもん。あの豚野郎が。なんかいつかの動画でさ、この豚野郎がって言ったらドキドキしますっていう変人さんがいたっていう話をしたと思うんですけど、なんかあの動画でね、他にもねしますっていう方が結構いて、変人多いなと思って僕の動画の視聴者さん。いや違うんだって。なんか手元が狂ったね。じゃあ次こそいけるよ。さあ行きましょう。じゃあカモーン、ポキャーン。これで中間ポイント取れるんじゃないのかな。さあここは何もしない。そしてこっから左にダッシュ。今の当たってよかった。え、これスタート画面だよね。こっからなんか変わってんのかな。さっきと違うみたいな。いやまだワンチャンあるよ。昨日は捨てちゃいけない。ここまでが正規ルートだと思うんですよ。このドアから何か変わってるみたいな、そんな感じだと思うんだよね。ほら青のブロックなんてさっき出てなかったもん。こっから先何か違うと思うんだよな。やっぱりさっきと違うやんか。やっぱりさっきと違ったね。これを読めただけでね、もうみんな褒めてほしい。ピオキングさっきと違うの当てたねみたいな。まだ引っかかったけど、じゃあここはすぐ右、この土管に入る。これで合ってると思うんですよね。キノコは取らなくてよかったのか。あれ今なんでやられたんだろう。ここキノコ出てきたよね。それ待ってみていいかな。お尻尽くしたね。全知全能の神ゼオキングだよ。じゃあこのキノコを取って先に進めるっていう感じだと思うんですよね。あのピンコイン取ってっていいのかな。あ、下から鉄球。うわ見た、今ここファイヤーフラワーが出てきたよ。わかった、ファイヤーフラワーでここにサボも出てきたのね。いやもうわかったわかった。それでさ、僕思ったんだけど、あのガリガリの裏があるじゃん、なんか扉だい、これ鍵扉なんじゃないの。今日も見えてんな、今日何もかも。頼むって、王道じゃないことは。王道。スターまた落としてくれんだってやめろ。そういうのは何個も落としてくれんじゃないの。1個だけでいいよ。もう1個落としてくるとかやめてくれよな。頼む、このままやらせてくれるでしょ。そうでしょ。なんだ、もう1個ぐらい落としてこいよ。そういえばね、僕気になってることがあるんだけど、コカ・コーラ派の人とペプシコーラ派の人っていると思うんだよね。でもそのどっちかが好きとかじゃないでさ、もうペプシだけ嫌いみたいな、もしくはコーラだけ嫌いみたいな、そういう方っているのかなって思って。どっちも味似たようなもんだけどさ、どっちかだけ嫌いみたいな。まあ確かにペプシコーラの方がさ甘いんだけど。え、これ先行っていいのかな。え、これ右行けないよね。左行ったら詰むよね。え、なるほどね。ここに隠しブロックがあって P スイッチが発動するっていうわけか。これ先行っているから P スイッチの先、右上の土管っていうことはないでしょ。ここは右、はなちゃん。いやここナイスタイミングではなちゃんが出てきたね。この真ん中から出てきた感じでしょ。でこの P スイッチがなくなって右の土管に入ると。
なるほどね、そういうことするわけね。もう分かったよ、あのピードワンのところから動いたらダメなんだね。でも最近ライブしたんだけど、いつものピオキングさんと全然違うみたいな、そんなコメントがめちゃくちゃあったんだよね。いや僕も普通に誰かと話すときこんな感じで喋ってないからね。じゃあここはどうすればいいの、これ音符踏んでいいのかな。なるほど、これ音符を踏んでツタが出てくるっていうわけか。それじゃあもうそろそろゴール近いんじゃないんですかね。このどっかに隠れてるみたいな。さあパウがいっぱいあるけど、はっ、この右下怪しくない、この右のパウ、ここゴール隠してるとかそんなんじゃないのかな。え、いった。いや僕ね、ほんとこの下のパウブロックが気になって、ここゴールなんじゃないのかな。一旦隠しておこうか。いやどうしてもさ、左のドアが気になってあそこに入りたいと思います。一旦さ、このパウブロックを持って砲台を下にやろうか。ここ何なんだろうね、これは何。いやまだこっからさ、ゴールに続いてるっていうことなんじゃないので、ここで多分ゴール場所が見えるっていう感じなんだね。さあゴールの元へ連れてってくれるのか。あーね、そういうことす、あ、いや、これは右行けるみたいな、もしかして、あ、やっぱ行けないよね。もう分かった分かった、これを一旦やり直してゴールし直そっか。いや今日のゴールの発見はマジで冴えてたね。絶対このブロック怪しいと思ったもん。それじゃあゴールしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、バネカメ踏みスプリングタートルストンピングということで、このコースですね、説明文にカメを踏んでバネに当てながら進んでいこうって書いてるんですよね。なんでまず最初にノコノコを踏むでしょ、そのノコノコがバネに跳ね返って戻ってくると思うんですよね。そのノコノコを踏んでまたバネに当たって跳ね返ってきてまた踏む、これの繰り返しで先に進んでいけっていうコースだと思うんですよね。いやこれさ、申し訳ないんですけど、そんなに難しくないんじゃないかなって思うんですけどね。こんな単純作業、僕がパパッとクリアしてみせますよ。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.52%。 ゴール条件は何もなかった感じだね。さあ扉に入って、まず左のノコノコを踏む、そしてジャンプする。いや違うんだって、なんでわざわざ扉の下つららなんだ、あそこ普通の床でもよくないか。じゃあこのノコノコを踏んで、そしてバネに入っていく。これ絶対ぶつけんね。これ2回目にノコノコを踏んだ時から、まあまり大ジャンプしない方がいいね。小さな作業で。ダメだこれ、めっちゃ舐めてたね。今日はバネとの共同作業だね。バネとは友達だからさ、息を合わせるぐらい簡単なことなんですよ。いいよバネ、なかなかいい調子できる。僕たちはこれで友達になったんじゃないの。僕は昨日沖縄で波に乗ってきたんだ。亀に乗ることぐらい操作もないっていうことを見せてやろうじゃありませんか。亀に乗る方が難しいね。ただ僕はバネと友達、バネとしっかりと力を合わせてこのコースを攻略していきたいと思います。さあバネ、僕に力を貸してくれ。その調子だよ、いい感じで来てるよバネ。さあここで亀乗りサーフィン。全然届いてね。いや思いのほか遠かったね。あそこから大ジャンプしたら届くかなって思ってたんですけどね、ゴールに。バネとしっかりとコンボを決めろっていうことか。バネを裏切った僕がバカでした。なんでここはしっかりとバネとコンボを組んでスーパーローリングバネさんだこれで僕とバネは大親友だね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。